子供プロダクションチャンネルでございます。ここサブシステムを置いている場所なんですが、これ以前ね、部屋に置いておいたエレクトロボイスセントリー 4B こちらの方に移動してきまして、以前こちらに置いていたタンドリーのアーデン2、あれ自宅のリスリングレームに移動しました。でこれ付け替えてみて、こっちの方音どうなるのかなっていうのをちょっとこうやってみたいなと思いまして接続してみました。パワーアンプはなんだっけ、これクオードの405で、中華製のダックとパソコンと、これはアマテラスのニーブ君、ライントランスにボリュームをつけたものです。裏はこんな感じかな。というわけで、このセッティングでは一体どんな傾向の音になっていくのか試していきたいと思います。本日はこれカバランのコンサートマスターのボリューム2みたいなやつ、シェリーカスクフィニッシュ、これ飲みながらやってました。これ結構好きでしたね。
お疲れ様です。うん、これ私好きな香りしますね。してます。ここスペース的には30畳ぐらいあるんですが、これぐらい広いとね、まあゆったり鳴らすことができるんですよね。まあそもそもこれアルテックの A7 とかと同様に、ある程度広いホールで鳴らすようですからね。あとこれオールホーン型の箱鳴り的な付帯音っていうんですかね、スモールリバーブがかかってるような音、そのようなアタック感がピアノの低い弦のね音も気持ちよく再現してたと思います。これウッドベースの上の音にも良い作用するんですよね。これ一旦部屋から出したんですが、また部屋に戻したいなって気持ちも少々出てきました。でももう戻さないですけどね、めちゃくちゃ大変だったんで、これ搬出するのが階段が大変だったんですよね。まあ、1本、まあ、75キロぐらいあったのかな、まあ、いろいろ外したとしても70キロぐらい、すごい大変だったんですよ。まあ、迷いましたが、また階段上げて部屋に持ってくることはないかなと思ってます。というわけで本日は移動したエレクトロボイスセントリー 4B で PC オーディオサブシステムを使って鳴らしてみました。また面白いことありましたら動画にしていきますんで、よろしくお願いいたします。最後まで動画の方ご視聴ありがとうございました。それではまた後ほど、さようなら。